はい、皆さんこんにちは、ワンダルゲルビシです。では今回はポケット戦国続きをプレイしていきたいと思います。今はですね、播磨方面に進出をしていて、姫路城攻めを行っているところになります。で、山名家と海戦中ではあるんですが、この先々のことを考えておくとですね、しっかり外交もやっておかなきゃいけないなというのもあるので、外交をやっておきたいんですが、各国の状況なんですけども、長宗我部、との友好度が62で同盟がされているんですが、62と今見ていただいた通り少し低くなってきているので、ここはね改善をしていかなきゃいけないかなというところと、あとは上杉ですね、同盟結んでなくて友好度が70なんで、ここはですねしっかりと親善の大使を送り込んでおかなきゃいけないなということで今、入れている状態です。で、さらにというところなんですけど、今一番恐れているのがですね、実はその毛利、西の大国毛利が山名側に立って参戦してくるというのはやっぱり避けたいんで、ここに関してもですねちょっと親善を入れていこうかなというふうに思っています。では早速親善の大使を送っていきましょう。そうだな、政治力の高い松永久秀、いや、ここはなんか外交力の高そうな藤鷹を送っとくか。藤鷹を毛利に送っておきましょう。で、さらにというところになるんですが、そうだな、ここも外交力がありそうな夏香正家をさらに、毛利が最悪ね敵国側に立つという可能性もあるんで、大友に送っておきましょう。で、さらにというところを見ていくとですね、龍蔵寺、四国じゃなくて九州ですね、あとは島津っていうところが九州にいるんですけど、まずは大友まででいいですかね。四国の長宗我部とはもう絶対に敵対したくないので、このまま現状維持をしつつ、毛利とはできれば海戦を避けて、山名を踏みにじっていくと。で、西から東に目を向けてみると、まずですね、もう徳川が風前の灯火になってます。ご覧の通り武田に押されに押されているという状態なんで、なんとかねここを救うなりなんなりしてあげたいなっていうところがあるんですけど、武田とね上杉が海戦をしてくれるのをもうここは祈るしかないかなっていうところになります。では早速続きをプレイしていきましょう。そうか、今徳川と武田戦闘中なんで親善の大将とも受け取ってくれないよな。で、今は北畠が軍勢を率いて姫路城へ行軍中ですね。これは歩調を合わせて信長の本体も送り込みたいですね、ここぞとばかりに。で、あと丹羽長秀の方は表情を行っておいて、お金があるうちに政策で側面強化を入れておきましょう。そうするとおそらく なんですが、山名の本体が姫路城の救援にやってくると思うんですよね。毛利にはガシガシ親善を送って、あわよくば同盟が結べるぐらいまでね高めておきたいですよね。お、やはり山名の援軍が来たな。この山名の援軍相手にどこまで戦ってくれるかだな。そうなんだよね、輝元も山名の敵国だからってことで親善を受けてくれないよな。まあそうは思ってたけど、となると山名だけでなく毛利ともこの後ね、戦闘が行われるっていうことはちょっと頭に入れておいた方がいいかもしれないですね。では信長の方も軍を出しましょう。
姫路城に向けて出兵します。でここは力攻めに切り替えて、山田の増援が取って返してきたらそのタイミングで一度兵を引きましょう。ちょっと待ってね、5着が包囲された、どういうこと。5着が包囲されたっていうのは百姓にか、しょうがないな。ここは5着を取られるわけにはいかないので5着に戻りましょう。まあ、ここは自動で十分なので一戦のもとに敵を、まあ、一騎勢ですけどね、一騎勢を撃破しましょう。で半兵衛はというと、長宗我部に対して親善を送っておきます。まあ、まずはね、姫路を取って外交をうまく使っていくしか道はないんで、そうなるとだ、大友に対してはもう毛利がね敵対するのは間違いなくなってしまったんで、ここは大友、まあ、毛利をね攻撃するっていう意味では大友に対して親善の大将を送って、西側から毛利を圧迫してもらうような動きを模索していきましょうか。でさらに、長宗我部に対してももうちょっとね親善を深めておいて、それこそ蜜月の関係を築いておきましょう。で信長の本体はこの後兵力が回復次第、まあ士気かな、士気が回復次第ということで早速軍を起こしていきたいけど、そうだな、5着がまた取られるっていうかね、そのうだうだするっていうのは避けたいんで、秀吉秀長を残してで囲みに行きましょう。でここで山名の本体1万が来るんで、これともう戦闘に及んじゃうのがいいかな。決戦をして敵国を、敵の軍かな、一気に壊滅に追い込もう。で姫路城まで取るっていうのが理想的な感じかな。まあ陣形は、まあ、変わり映えがしなくて申し訳ないんですが、いつもの本当にいつもの構えていきましょう。信長と光秀の鉄砲隊を中心に展開して、ここもうちょっと鉄砲隊増やすっていう動きをしていこうかな。鉄砲隊がいる方がね全然やっぱり違いますからね、強さが。鉄砲隊の増強っていうのも考えていきましょうか。あとは鉄砲隊自体の、射程を伸ばすような政策とかもね入れていけたらいいかなと思います。で敵の方はというと、鉄砲隊がどこにいるかちょっと確認しておくと、ここに鉄砲隊が一ついますね。で他鉄砲隊はいないでいいか。そうだね、騎馬隊が上の方に構えていて、鉄砲隊はここにいる村重の隊だけですね。であれば村重の隊に対して騎馬突撃を敢行しよう。ここは柴田勝家をぶつけて、で敵の騎馬隊に対してなんですが、騎馬には騎馬をということで、まずは刑事で、あとはここに対してさらに敵の騎馬突撃を防ぐために、槍隊を動かしましょう。で鉄砲隊は切り込みされるときついんで、切り込みを受けないようにだけは注意が必要かなってところですね。ではこれでプレイの方を始めていきます。というか合戦の方をスタートしていきましょう。まあ、まずはねザクッと一撃を加えましょう。勝家で敵の鉄砲隊に対して
突撃を敢行しておこう。で、そのまま抜けましょう。抜けて、で、帰還。敵の鉄砲隊にだけ先駆けをかまして撤退するっていうね。ちょっと騎馬突撃をして、ここはなんとか突破を図ろう。勝家の部隊が壊滅するのは避けたいからな。救援するわけにもいかないしな。どうだ、逃れられる？なんとか逃げ切りたいけど、勝家の部隊が危ないな。ここは勝家の部隊は敗走になりますね。しょうがない。敵の鉄砲隊を蹴散らした代わりに勝家の部隊が撤退に追い込まれてるけど、まあ、ここは仕方がないとしてですね、次に戦局を見ていきましょう。変えていきましょうかな。そうすると、まずは射程に入ってこないか。三段打ちを使って敵の騎馬隊を削り取っておこう。ここはね、味方の方もしっかり敵に合わせてコブを使っておきましょう。で、そろそろね、刑事の騎馬隊を背後に回り込ませて敵を挟み撃ちにしていきましょうか。ここは騎馬突撃に切り替えよう。敵が間に入ってきそうな気配がありますからね。さすがは刑事だな。圧倒的な攻撃力で敵を次々に粉砕してくれてるけど、まあ、ここは追撃戦に入ってしまって、できるだけ敵の数を減らしておきましょう。まあ、勝家がちょっとね、撤退に追い込まれたというのは誤算でしたけど、まあ、それ以外は計算通りですね。力攻めに変えて少しでもね、削っておきましょうか。山名と長宗我部が停戦か。兵士救援に出してあげるか。できればね、武田とことを構えたくないというのはあるんですけど、まあ、ここも人当たりを本当にしておきましょう。足利と浅井が海戦か。まあ、ここはね、今、こちらがどうこうするところではないかなとは思いますんで。で、敵の増援が来るな。ここは撤退しよう。一度五着に撤退します。で、五着では徴兵をかけて兵の補充と士気の回復に努めましょう。
ああ、ヨシアキも兵を貸してって言ってくるの？ヨシアキともまだね、今戦端を開きたくないんで仕方がないな、午後は。上杉と武田が開戦してくれないと結構辛いんだよな。そこがね、開戦してくれるとこちらとしてはかなり動きやすくなるんですが、ここで輝元、つまり毛利がこちらに敵対するか、まあ史実通りに近い動きになってきちゃったな。毛利と全面戦争に入るのはかなり危険だけどしょうがないな。となると味方としてはますます大友、あとは長宗我部の存在が大きくなってくるんで、大友に対して親善を行って、まあ、あわよくば同盟を結んで西からやっぱりね毛利を攻撃してもらう動きを加速化しましょう。で、信長の方は士気がほぼほぼ回復したので、またおっと、ちょっと待ってね、徴兵が終わってないじゃないか。すっかり徴兵するの忘れてたな。で、装甲化終わりましたね。側面の装甲化が終わったんで、あとは長宗我部に出兵の依頼とかをしておくかな。まあ出兵依頼を聞いてくれるかっていう話はありますけどね。そうか、長宗我部は今停戦中、停戦直後か。となると兵は出してくれないよな。山名かな、山名にしよう。で、兵はほぼほぼ回復したでいいよね。あんまり時間をかけすぎるとね、結局姫路城が回復しちゃうんで、それは避けたいんですよね。さあ、これで開戦しよう。ちょっと数的に千ばかり兵が劣る中での開戦になりますけど、まあ鉄砲隊をうまく活用できれば十分に勝機はあるので、まああまり気にせずにいきましょう。ここはそれよりもね、注意しなきゃいけないのがやっぱり敵の鉄砲隊なんですよね。さっきちょっと勝家を突撃させるのが少しタイミング的に早かったのかなっていう印象があるんで、もうちょっと引きつけましょう。敵の鉄砲隊がいる場合はですけど、今回敵の鉄砲隊がいるかというと、今回敵の鉄砲隊はいなそうでいいかな。いないね。代わりに騎馬隊が中央に陣取ってるんで、騎馬突撃を食らわないように少し陣替えをします。騎馬隊の前には味方の足軽をぶつけて、食い止めてる間に味方の鉄砲隊、光秀、信長で敵を打ち減らすっていう作戦ですね。三段打ちを使って玉込めをしちゃいます。このままね、敵を押し切りたいけど、
では例によっていつものごとく、刑事を後ろに回り込ませましょう。で、かく乱の意味で勝家もねちょっと兵が不足してますけど、後ろに回り込ませて敵の動きをね、陽動という意味も込めてやっていきましょう。と目を離してる間にここは何？光秀が取り憑かれてるじゃないか。ちょっと光秀は下げましょう。急いで後ろに下げて、持ってくれるかどうかだな。あとは光秀の部隊がね、で勝家の部隊も突撃をさせておこう。よし、なんとか撤退に追い込んだが、危なかったな。でも本当に結局その光秀がねちょっと目を離してる間にすり減らされちゃってましたからね。これでまたね、できれば姫路城は100ぐらいは削っておきたいかな。おっと、ここで毛利勢か、きついの来たな。まあ、なんとか退けたけど毛利勢が来るってのは結構きついよな。でさらに敵の増援か、山名からも増援が来てるね。これあれですよね、本当に信長が中国地方で苦戦したっていうのが分かるな。まあ秀吉か。一度兵力の回復に努めるか。ここでじゃあね、あとはそうだな、どうする？停戦。名手の意思に従うって言ってもさ、その名手がどういう意図をしてくるかだよな。まあ、毛利とはできれば停戦したいからな。軍勢が留守ってどういうことだよ。ちょっと待ってね、軍勢が留守って今どこにいるの？北畑家の軍勢は。北畑家がどこにいるかが分からなくなってる。不穏な動きをしなければいいけどね。よし、これで停戦状態になったね。毛利とは停戦状態になったので、この停戦状態を生かして山名の姫路を取ろうと思ったら、北畑は何、勝手に軍を進めてきてくれてる系だな。どこに向かってるんだ。これ北畑の軍勢ですよね。北畑が武田に兵を進めてくれてる感じかな。そうするとめちゃくちゃありがたいね。なんといってもね、増援が来ないってことになるんで、そうなると一気に攻めやすくなるぞ。
姫路城で敵の部隊と一戦をして、これを蹴散らしましょう。まずは後期到来、敵を袋叩きにしましょうって、まさにその通りだよ。そうか、秀吉秀長も連れてきちゃったけど、まあいいだろう。まあ信盛出すぐらいだったら秀吉出した方がいいよね。よし、これでいこう。今回なんとかね、播磨の要衝姫路城取り切りましょう。で、まあ変わり映えがしなくてね、ちょっと申し訳ないんですが、陣形はいつもの陣形です。この陣形はね、自分的に一番安定しているかなっていう感じがするんで、今回もねいつもの陣形でいきます。で、敵に鉄砲隊はいるかというと、鉄砲隊はいないね。いるな、鉄砲隊がいる。鉄砲隊が一体いるんで、これは刑事で攻撃させよう。さすが刑事の攻撃力だな。一瞬でキリをつけてくれたけど。そしたら騎馬突撃をしながら撤退しよう。騎馬突撃をこういう使い方で使うのはどうかっていうのもあるんだけど、まあ、とりあえずね、味方を撤退させたいんで、そしたら勝家は一旦下げよう。勝家に対してね、足軽隊とまともに向き合うのはもったいないので、ここは勝家の騎馬突撃で味方右翼を完全にこちらの体勢有利に持ち込みましょう。よし、ここで一度完全にこちらに流れが来てる今のうちにできるだけ敵を削っておくっていうね、いつもの追撃戦に入りましょう。追撃するときはやっぱり騎馬隊もしくは鉄砲隊が一番いいですね。ガリガリ削れるんで。じゃあ姫路を取りましょうか。よし、姫路城取りましたね。そしたら、どうする？信盛を、五着に入れよう。で、北畑は、あえなく武田城から撤退か。まあ、これはしょうがないかな。はい、というわけで、ちょっと今回はね、
まあ、姫路城1個落とすのにだいぶ時間がかかってしまったんですが、残された、山名家の城はまだまだあるんですよ、実は。今画面上で見えているのが3つありますよね。1,2 でさらに3,4,5,6,7 とまだまだ城はあるんで、次回以降も引き続き山名との戦いをちょっとね皆さんにお付き合いいただくことになるかなと思います。ただここは今ちょうどね北畠が援軍を出してくれたように北畠、あとは鈴木、長宗我部、大友、この辺りと連携しながらちょっとでも効率よく、早く攻略できるようにね頑張っていきたいと思いますと思ってたら、何徳川は武田に完全に傘下に組み入れられてるね。これ見ると武田は徳川を傘下に組み入れたか、さすがだな。こうなってくると本当にもうどうなるかわからないけど、まあ、まずはやっぱり中国地方を攻略していくしかないかな。ちょっとね戦いは長引きそうですけど、あとは浅井朝倉の始末をどうつけるかですよね。ここも依然として強力な城をいくつか持ってるし、で、あとは大友との関係がどうなってるかですよね。長宗我部とはもう完全に関係は良好なんで、大友とも次回は同盟を結ぶところまで持ってきますか。で、毛利を西から圧迫してもらうところと、あとは長宗我部には山名に対して開戦してもらう、もしくは赤松でもいいかな。まあ、いずれにしてもね、そのあたりと、あと朝倉も言うこと85あって同盟を結べる状態なんで、もう朝倉とも同盟を結んでしまって山名を一緒に叩くっていう手もありですよね。ちょっとそのあたりも模索しながらプレイしていきたいと思います。というわけで、今回はここまでにさせていただきます。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。